皆さんこんにちは。こんにちは。はい、島根県観光キャラクター島根っ子と、島根県いつ違うサヒテルキャラクターで、はい、テンピーです。はい、じゃあまずちょっとさっき時間余ったから島根っ子の紹介からしようかな。はい、じゃあ島根っ子のことを簡単に紹介しようと思います。はい、島根っ子の頭にご注目ください。はい、頭には親城風キャップをつけています。これはですね、島根県が会社作り、出雲大社をはじめですね、会社作りの神社が多いことから島根っ子に行ってモチーフにしてかぶっています。はい、首にはじゃーん、締めのアフロマフラー。特大だね。うん、汗も拭ける。うん、よだれも拭ける。明日洗わないとね、臭いね。はい、じゃあ背中見せて。はい、背中にはこんな可愛いチャーチョ結びのリボンつけてます。これは島根県と頭たちを結ぶ縁結びのリボンになっています。はい、可愛いけど、とてもね、可愛いけど、島根っ子のリボンを触るときには、優しく、なでなでしてね。なでなで、なでなで、お尻触ってみる。なでなでしてね。はい。島根っ子はね、誰とでも仲良くなれる、性格ですけども、本当に本当に誰とでも仲良くなれるの？お姉さんがおやつを食べてしまっても仲良くなれるの？考えた結果、うん、そうか、ありがとう。はい、じゃあそれじゃあテンピーもお姉さんに紹介してもらおうか、簡単に。あ、お姉さんに簡単に紹介してもらおうか、テンピーのこと。はい、はい、じゃあ改めまして皆さんこんにちは、タヒメルのマスコットキャラクターのテンピーです。こんにちは。はい、可愛さ、こっちが可愛いかな。いい勝負です ね、 ね、ありがとうございます。じゃあ、テンピーの紹介といってもですね、あんまり仲のいいお友達ではないので詳しく知らないんですけれども、そうだな、スポーツはしています。いちごが好きなんですよね。そう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 、お誕生日は確か2月14日だったと思います。何年生まれかは聞かないでください。もうすぐ誕生日よね、テンピー。はい、何か質問がありますか？他に何か情報がありましたっけ？あったかな。あ、テンピーはテンという絶対動物の、なんて言うんでしょうね、魔法でこんなになっちゃった化身です。はい、で、天というのは夏毛と冬毛がありまして、夏にはお顔が黒い毛で覆われているんですけれども、冬になるとこんな白いね、お顔が毛で覆われてくるんです。そんな天のこともちょっと知ってもらいたいなと思います。よかったら展示室の中にいろいろ詳しく書いてありますのでね、ご覧いただければと思います。天気というより天の天気のお友達の天の紹介でした。どうもありがとうございました。あんまり仲が良くないっていう。まあね、今からね、仲良くなればいいね、天気。うん、そう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 。じゃああれだね、仲良くなるためにテンピーのダンスってある？いやん。ないない、テンピーのダンスはない。ないの？じゃあ島根っ子の歌のダンスでいい？うん、いいの？じゃあ仲良くなるためにみんなで島根っ子の歌のダンスを踊ろうか。 OK、 友達しかいないからね、強制的にじゃあダンスを踊るということで。はい、それじゃあ、いいかな、準備は。吐いて、当たらないところに吐いて、伸ばして。
いい？大丈夫？ぐるっと回ってごらん。うん、大丈夫？はい。あ、じゃあミュージックお願いします。自分でやる。足をのっけて。Ha ha ha ha!
ました。失礼します。あれ、なんで雪かき。奉仕作業ですか。せーの、バン。上手、上手になりました。くしゃくしゃな。足履くんじゃなかった。ここまでは出れるに、島根っ子。その辺まで。寒い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 。何今の、とりあえず置いとくみたいな感じ。そういう噂を使う。あんまり机と血が通く通わない、ね。こっち投げてきそうだよ。重たかった。頑張れ。雪やげる。は
顔につ名札に引っかかってる。言ったけどもつけたらダメだよ。喜んでる。食べるの？君たちの防寒がないから投げる。どうだ。Thank you.
挺好的。